んにちは、朝日奈彩です。本日はですね、新生活に向けておすすめのカバンを3選、そしてプライベート編で3選ご紹介させていただきたいなと思います。ということで、まあ、これからね、まあ、4月も迎えて4月5月6月っていう風に、まあ、新年度を迎えるっていうことですけれども、まあ、せっかくだったらその新年度、まあ、バッグとかを新調したいなっていう風に考えている方々に向けて、まあ、私がこう持っている範囲内でこのバッグだったらおすすめなんじゃないかなっていうのをちょっとご紹介させていただきたいなと思います。まずはですね、はい、あの安定も安定のアイテムになっているんじゃないかと思いますが、まずはこちらでございます。ザローのマルゴーのアイテムでございます。これはもう本当に購入してよかったなって思っているバッグの中で本当ベスト3に入るぐらい私のバッグの中でもすごくお気に入りのアイテムなんですけど、口がすごい広いし、まあ、それこそお仕事をされている方の中だと、まあ、パソコンだったりとか、まあ、A4 サイズのアイテムとかを、ね、入れなきゃいけないみたいなこともあるかなと思うんですけど、これはここのベルトを外すとこんなに開くので、こういうことを考えるといっぱいいろんな荷物をバン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 入れたりとか、それこそパソコンも入れるだろうし、マルゴーの形を持っていたら間違いないんじゃないかと思うので、やっぱりその作られている個数もすごい少ないんですよね。やっぱり高価なものではありますので、なかなかねチャンスが巡ってこないみたいなことがあるかもしれないですけど、まあ出会ったタイミングがあればこのバッグを購入するっていうのは私の中では一番いいんじゃないかなと思っております。肩にかけられるっていうのも、すごく重要なんじゃないかなと思いました。で、続いてなんですが、2つ目はですね、こちらのセリーヌのバッグでございます。これはそれこそ、2年ぐらい前とかかな、このバッグの形がめちゃめちゃ流行ったのって知ってます？知ってます。みんなこのカバン持ってて、まあ、私はこの一番大きいサイズなんだけど、まずやっぱり会社に働かれている方がやっぱりうちの視聴者さんの中でも多いかなと思いましたので、まずはパソコンが入る、それこそ A4 サイズの書類が持てるみたいなところのポイントかなと思いましたので、この大きいカバンを選ばせていただきました。すごくない？ほら、めちゃめちゃ入る。めっちゃ入るの。あとやっぱりあの大きいカバンのいいなって思うところは、ペットボトルをさ立てて入れられるところがめちゃめちゃ私ポイント高いなと思ってて、やっぱりどうしてもちっちゃいカバンになっちゃうとペットボトルが斜めになっちゃったりとか横になったりとかさ、まあ、飲み物を入れられるっていうのはすごく重要なポイントかなと思いました。で、これのただまあ使いにくいポイントとしたら、これはその肩にかけるショルダーがありません、うんうん、なのでそれこそ肘にかけるか下で持つかの2択になります。もちろん肩でかけようと思ったら肩でもかけられるけど、まあそんなに長さがあるわけではないので、まあショルダーとかそういうものに比べてはまあ使いにくいかもしれないかなと思います。ただその分めちゃめちゃ可愛いので、はい、おすすめじゃないかなと思っております。続いてのおすすめのバッグはですね、こちらでございます。バーバリーのバッグ、ハイブランドのバッグを探してるんだよねっていう方に向けてめちゃめちゃいいポイントを押さえてるんじゃないかなと思ってて、これはあのそれこ そのさっき言っていた A4 サイズ、パソコン、まあ、ペットボトルも縦に入る、それこそこんなにたくさんの量が入りますので、もう何でも入れられる、かつこれは肩にかける専用なぐらい持ちやすいの。あと何よりもそのこのバッグのポイントとして一番いいなと思ったのは、キャンバス生地でできてるの。だからそんなにとびきりすっごい高いみたいな感じではないはず。ポイントは白を選ばないこと。やっぱり会社で働いてたりとかすると、それこそバッグをあの地面に置いたりとか、どうしても自分が置きたくない場所にカバンを置かなきゃいけなかったりとかする場合ってあるじゃないですか。白だとすぐに汚れちゃうの。本当にびっくりするぐらいすぐ汚れちゃうから、ポイントは黒のキャンバス生地を選ぶことが一番いいんじゃないかなと思います。じゃあ続いてプライベート編をご紹介していきたいと思います。で、まずはですね、プライベート編ということで、1つ目、こちらグッチのバッグになります。
ショルダーの紐のところを変えてるんですけど、これもともとこの紐がこういう黒のシンプルなショルダーの紐になってるんですね。プライベートでも楽しめる、かつ仕事でちょこっと荷物を持って行ったりとかするときに便利なアイテムっていうのを紹介したいなと思っていて、このアイテムとかだとプライベートでもこうちょっとアクセントが効いて可愛いじゃん。このゴールドの金具のところとかもすごい可愛いので、そういうところがポイントでこのバッグを選んだんですけど、でもう一つこのバッグでやっぱりいいなって思ったのは、イメージを変えたいなって思った時に私がさっき使っていたこっちの紐を使ったりとかするとカジュアルにこのバッグを持つことができるんですよ。なのでまあビジネスシーンでも使えるバッグ、かつプライベートとかでまあこういう紐とかを変えて楽しめるバッグっていうのを今回は選ばせていただきました。続いても同じ要領なんですがこちらフェンディのピーカーブのアイテムでございます。なぜこれを選んだかと言いますと、やっぱり品があるかつ、ショルダーもこんな形で白がついているんですよね。で、私がなぜこのカバンを選んだかっていうとさっきと同じお話にはなってしまうんですけど、こっちのベルトにすることでファッションの幅が広がるよねっていう、雰囲気が全く変わるの分かりますか？やっぱりバッグの個数を何個も何個も購入しなくてもイメージを変えられる、やっぱりそのポイントが一番高いんじゃないかなって思います。で、続いて3選なんだけど、もうどうしてもバッグ絞りきれなくて4つ持ってきたの。でも一瞬だけ紹介するね。これ以前にも購入品とかで紹介したことがあるバッグなんですけど、こちらのザローのカバンです。これね、仕事でそれこそ、上司の方々と食事に行ったりする、プライベートで友達と遊びに行ったりとかする、別に何か付属のものをつけたりとかこう足したりとかせずに、それでもめちゃめちゃ可愛いアイテムっていうことを考えて、ザローのこのねバッグをチョイスさせていただきました。ただ以前動画にも出ているのでこの説明は省かせていただきます。で、最後こういう形のバッグ一番いいんじゃないかなって思ったのはこちら。これセリーヌのバッグなんですけど、めっちゃ可愛くない？うん、すごいこう有名どころで言うとルイ・ヴィトンのスピーディのアイテムのカバンとかだと、それこそショルダーになるものもあったりするし、ね、ちょっとこうボストンっぽい感じで下で持ったりすることもできると思うんだけど、ビジネスシーンでも使える、かつプライベートでも使いやすいアイテムっていうことを考えると、まあルイ・ヴィトンのスピーディだったりとか、まあ、今回セリーヌのこちらを紹介させていただきましたけど、こういうアイテムっていうのはすごくいいんじゃないかなと思いました。これちなみに22、23ぐらいの時とか、それこそまだ東京に上京して1年2年ぐらいの時、もうハイブランドのバッグとかもそんなにすごいなんかこうたくさん購入できませんみたいな時に、ヴィンテージのショップに行って初めてヴィンテージのバッグを買ったのがこのカバンなんですよ。なんかね、思い出があって、なんかこう誰かにせっかくだから使ってもらいたいなって思ったりとかもするんだけど、どうしても当時全然お金がない中買ったカバンっていう思い出があるから、なんかねこう手放すこともできずに自分のカバンのね棚の中に置いてすごい大事にしてるんですけど、やっぱりこのカバンの形ってワンポイントのアクセントとしてすごくいい役割をしてくれるんですよ。なので今回はこのバッグを選ばせていただきました。はい、ということで今回はですね、新生活に向けておすすめのバッグを3選、そしてプライベート編で3選、3.5? 4選ぐらい紹介させていただきました。はい、ということでまあそうですね、新生活に向けてまあやっぱり荷物がね大きくなってきたりとかもするかなと思いますので、その時にまあバッグの形だったりとか色だったりとか参考にしていただけるとすごく嬉しいなと思います。はい、ということでこの動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。さあ、それでは次の動画でお会いしましょう。朝日奈彩でした。じゃあねー。